にちは、天秤座さん。どうも、マリコです。今日もよろしくお願いいたします。お元気でしょうか？初めての方、こんにちは。マリコと申します。いやー、お元気ですか？はい。数ヶ月ちょっとやってなかったもんですから、ちょっと、まあでも5月はちょっとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、もう、まず、もうちょっと、じゃあ早速、天秤座さんの5月を見ていきましょうか。はい。じゃあまずカードの紹介いきますね。はい。ムノロジーでね、ヤスミン・ボーランドさん、ロンドンに在住の、ヤスミン・ボーランドさんのムノロジーで、1枚見てって、もうこれ結構3、4年使ってますけどね。はい。で、その次に、キャットタロットでね、1枚ずつ、キャットタロットで1枚ずつ、現在と未来で1枚ずつ引いてみて、で、それで次に、チャクラ、ウィズデム・オラクル・カーズ。これ私、去年の今頃、イビサ島行ったんで、スペインのね、イビサ島行った時に買った、チャクラ、ウィズデム・オラクル・カーズで、これで1枚取ってみて、で、はい、レベッカ・キャンベルさん、イギリス在住の、はい、グラストンベリー在住の方ですね、ローズ・ポケット・オラクル・カードでね、ローズ・オラクル・カーズ、ポケット・オラクル・カーズ。いや、これ見て、持ってる人もいると思うんですけど、見たことある人。これね、ポケット版で、小さい版が出たので、で、今月頭くらいかな。で、私買って、確か出てすぐ買いました。私移動が多いんでね、やっぱり猫の家にいる時もあるし、この家にいる時もあるし、海外に行ってる時もあるんで、そう。なのでね、ちょっと、便利なんで、やっぱり小さい方が。結構、こういうカードたち結構重いのでね。そう。なので、どこでもできるようにってなると、やっぱ小さい方が便利なので、はい。で、その次に、これですね。The Mind Gap。Mind Gap。これ、ですね。カードゲームなんですね、本当はね。なんですけど、私が、ちょっとこの、駅名がね、いっぱい書いてあるんで、で、その駅名で、降りてくる、駅名を引いて、それで私が何とか思うことをいろいろベラベラ喋るっていう感じですね。はい。じゃあまあこんな感じでやっていきます。よろしくお願いいたします。ですね。じゃあまずもう、このね、ちょっとくるくる回っちゃったけど、回ってる、もう忙しいのかな？やっぱりね、くるくる天秤座さん回るくらい。はい。ですね。じゃあ、まずこれでね、ムナロジーやっていきますよ。はい。1枚ください。お願いします。5月1枚、ください。天秤座さんください。どんな感じになるんでしょうね。あー、ちょっと待って。はい、これでします。はい。お、すごいこれ。A new start is coming. New start is coming. これすごいですよね、やっぱり。うん。なんかもう迫力あるよね。A new start is coming. ってことは、やっぱ新しいことが始まりますよ。しかも大きなことね、これ。もうこんなにもうバーンって来てるから。やっぱりその4月に、まあ、日本在住の人とかって、いわゆる日本って4月がほら、そういう、まあ、春っていうか、まあ、新生活とか、なんかその、まあ、新しい、何かを始めるっていう時だと思うんですね。まあ、で、4月とは言わずに、まあ、いわゆる大人の人って、別に4月じゃなくても、なんとか5月からもしかしたら新しいことが始まるのかもしれないし、6月かもしれないしね。6月に転職するとか、もしかしたらそういう、まあ、5月に転職するとか、そういうことなのかもしれないんだけど、ゴールデンウィーク明けにとかね。A new start is coming っていうことですね。New start is coming。そう。だから、それちょっと待って、見てみますね。もうちょっと詳しく。どんな感じの、ね、ことがあって。もしかしたら、だから、これなんかすごい早口とか超喋りまくってますけど。なんかね、意外にね、意外にってこれね、いきなりなのかもね、もしかしたら。天秤座さんがあんま予測しなかったことで、いきなり新しいことが、来るのかもしれないし、うん、ちょっとじゃあ見てみますよ。はい、ですね。これ、じゃあ、全部正位置で見てますから、はい、ですね、これ、はい。じゃあ、現在と未来でいきますからね、現在と未来。じゃあ、まず現在、あ、これね、最近これめっちゃ出してんのね。この、今回のこの5月のリーディングで。すごいですね。ちょっとね、これ見ますよ。うん、これね、ね、ワンドなんだよね。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、いきますよ。Six of Wands。はい、6のワンド。Whatever the question nagging at you, there's a good chance the answer is yes って書いてあるの。そう。だから、やっぱりその自分的に、こうなのかな、ああなのかなっていう、なんか質問したときに、質問してるときに、その答えって本当です。その、yes ですよってことなの。だから、もしかして、その、なんか、これは前に進んだ方がいいですかとか、やめた方がいいですかとか、例えば何かしらの質問が、まあ、各それぞれあると思うんだけど、自分の人生に対する質問とか、自分が今取り組んでることの質問とか、それに、やっぱり、the answer is yes なんだよね。はいなんだよね。だから、そうですよっていう、その要は、そう、アファーマティブなアンサーなんでね。そう、はい的なアンサーなんだよね。うん。で、you have an eye on what you want, and everything you need is yours for this wedding って書いてある。そう、だから、
いや、あのね、天秤座さんが何がやりたいかっていうのって、結構もう最近はっきりしてきてるのよ。そう。で、何をも、成し遂げたいかとか、そういうのがはっきりしてるから、All the hard work you've put in is paying off, and your self-confidence is well earned って書いてあるのね。うん。だからやっぱり今まで自分がやってきたことっていうのが、実を結ぶ時がやってくるし、で、your self-confidence is well earned。そう。だからやっぱ特にそれによって自分への自信っていうのもやっぱ生まれてくるのよ。そう。で、your passion shows this big win is all yours って書いてある。your passion shows、 そう、自分の情熱、まあやっぱね、情熱っていうのがどんどんやっぱ醸し出されてくるっていうか、その天秤座さんの内からね、そう。だから周りの人も天秤座さんの情熱度にすごい気づいてくるんだよね。そう、で、the big win is all yours って書いてある。だからやっぱり本当に、やっぱ勝利はね、天秤座さんの元にありますよってことだと思うんだよね。すごいね、なんかちょっと笑ってる場合じゃないけど。でもなんかね、やっぱね、これがすごいよ、この。だってね、これ、見てこれ。かなりすごいでしょ、これ。だって、もう、絵柄がすごくない？この大きな月が。この、うん。だってもう、バーンって感じだもんね。もう、大きな月って、まあ、これ、ニュームーン、新しい、新月ですからね。いやー、いいですね。あと、まあ、新月ら辺なんかあったりとか。これやっぱすごいわ、このカード。うん。なんかやるんですね。まあ、これ一応現在で出してるんだけど、だからどんどん周りの人も、その天秤座さんの情熱に気づき始めてるっていうか、なんか別に今まで気づいてなかったわけじゃないんだけど、やっぱり人ってさ、なんか新しいことをやろうとしてる人とか、新しい感じの雰囲気の人とか、ちょっと違う感じの、今までの人、今まで見たことがあるような人とはちょっと違う感じの人とかって、結構ちょっと疑いにかかったりとか、ちょっとちょっと様子を見る、疑いにかかるっていうか、様子を見るっていう時があると思うのね。そう。だから、うん。コーヒー失礼します。で、ね、次、未来で、まあ、5月で行くと、あ、いいですね、これ。3のこれなんだっけな、カップだっけな。ちょっと見ていい？うん、ちょっと見ますね。猫ちゃん、猫ちゃん、これ可愛いですね。これね、ハート。まあちょっと愛もあるのかね。愛系関係。愛系関係ってどういう関係よって感じだけどね。愛系関係。うん。ちょっといいですか？はい。これやっぱカップかな？ちょっと。あ、カップじゃなかったね。これ。これワンド？これ。ごめん。ちょっと自分、答えさせて。ソードか、これ。はい。あー、ソードなのこれ。愛があると思ったけど、これ。ソードの 3？ オッケー。ソードの3って結構ね、This card represents the intersection of our hearts and our intellects って書いてあるね。やっぱそういうことだよね。やっぱりその自分の心と、が思ってることっていうのと、intellects、なんかその、まあ、知識的な、その知の部分だよね。そういう部分がちょっと交わる時があるっていうことなんだよね。まあ、でも普通さ、サンドワンドってハートにさ、喧嘩さしちゃってるっていうのだと思うから、結構傷つくとかそういうことがあると思うんだけど、まあ、ちょっと待って、ちょっと詳しく見てますね。これ、聖地。There's no pussyfooting around this one. There's emotional pain on the horizon, a piercing of the heart. あ、やっぱ書いてあるね。うん。いやー、そうだ、piercing of the heart。やっぱりちょっとなんか emotional pain on the horizon って書いてあるから、やっぱりその emotional な、なんかやっぱりその自分のなんかその感情的にちょっとなんか傷つくようなことっていうのがもしかしたら未来にあるのかもしれないね。ちょっとうん。まあ別にその変な、なんだろう、そういうことがありますよとか悲しいですよとか悲しいことがなんか5月にありますよって言ってることじゃないんだけど、ここで書いたの、It hurts and there's nothing to do but feel the feelings って書いてあるね。これすごい重要なことね、書いてあるのが。うん。確かにそれって気づくことだけど、there's nothing to do。それについてやっぱやるべきことっていうか、やれることはないわけよ、はっきり言って。その気づいたってこと。ただ、that feel the feelings って書いてある。これがすごい重要ね。その感情をやっぱ感じてっていうふうに言ってるの。だからそうやって気づいてる感情っていうのを感じてって。だからさ、まあこれまあよくある話なんだけどさ、人ってやっぱりそのいろいろさ生きててさ、傷つくことっていうのがあるわけじゃない。まあそのね、ショックだったこととか、まあいろんなことがあるわけよね、生きてると。で、それの中でその感情を感じてないと、その感情に見て見ぬふりをして蓋をしてると、やっぱりそれがやっぱりずっとこの、心の中にあるから、ずっとやっぱりそれが、あと何かやるたびにこう、それの経験が出てきちゃうんだよね。うん、その時の傷ついた感情が。だからといってね、その人がその、傷ついたことをさ、隠すっていう、傷ついたことを表に出したからって、それを、なんていうの？それも大変な話なのよ。やっぱり傷ついた時のことって思い出したくないし、うん、嫌なのよね。そこは忘れたいって気持ちあるのよ。で、それはいいと思うんだよね、忘れて。そう。なんだけど、
まあ、過去のことはいいよ。うん、過去のことはいい。とりあえず、今、まあ、あのね、過去に傷ついたことっていうのはもちろん消えないんだけれども、やっぱそれもやっぱ一緒になって生きてきちゃってるから、で、それでやっぱりネガティブな、考え方になっちゃったりとか、まあ、周りの人でもしかしたらそういう人がいるかもしれないしね、過去に傷ついた経験があるから、その大きな傷のことがあるから、やっぱり発、その人が言う発言とかがネガティブになってくるとか、そういう時もあると思うのよ。別にそれ悪い意味で言ってるわけじゃなくて、しょうがないと思うのね。そう、やっぱそういう、なんせそういう経験が、をあった人っていうのは、やっぱりその、傷ついてるからさ、まだ本人たちは。そう。だから、やっぱりその、なんかその人たちが言うことが、ネガティブなことを言う、時々言ってくるのかもしれないし、いや、あなたにこれできる、ことはないよって言ったりとか、なんかその、なんかできるはずないじゃないとか、いろいろ言ってきたり、ネガティブなこと言ってくると思う。で、その人たちが、なんせネガティブな経験をしてるからね。まあ、ただそれはね、もちろん、その、天秤座さん、今の天秤座さんにとって、そのネガティブな、まあ私、天秤座さん、今、この今の天秤座さんだけじゃなくても、周りの人でそのネガティブな発言とか、あなたはこれできないと思うとか、そういうふうに言ってる人って、その本人たちがやったことがないから言ってるのね。そう。で、あと、まさか、別にそれ、天秤座さんだけじゃなくても、まさか、自分がで、や、まさか、自分がやってたこと、やったことがないことを、この目の前のこの人ができるはずがないっていうふうになんか、思ったりとか、それを願ってるっていう感じ。どっちかっていうと、思ってるというよりも、それを願ってる、どこに願ってる自分がいるわけよ。っていうのも、その人たちにとっては、目の前の人が、それでどうにか成功したりとかうまくいくと、じゃあ自分はなんだだってもっと惨めになるんだよね、その自分たちが。うん。でも、その人たちのことは考えなくていいから、私たちは。そう。別にそれはそれだし、だから勝手にやっぱ天秤座さんがやってってほしいって思うんだよね。だから、周りの人で、傷ついた人がいたとしても、いろ、今までの、生きててね、傷ついた人がいるから、その人がいろいろネガティブな言葉とか、やってくる人も、いや、世の中にいるじゃない、やっぱり。なんか、で、特にね、日本社会っていうのは、やっぱり子の社会じゃなくて結構連帯的な社会だから、あの人が、なんかこう、自分ができないことは他の人もできないみたいな感じだと思うのね。そう。自分と他人が一緒になっちゃってんのよ、結構。そういう感じで。自分と他人って全然違うから、自分がこれができるけど、あの人はできないこともあるだろうし、自分ができないことが他人のなんとかさんができるっていうのが普通なのよね、本当はね。ただ、なんか日本の場合だと特になんかその境界線があんまないから、自分と他人との境界線がないから、で、だから甘えとかそういうことも、やっぱりこう、ずかずか入ってきちゃうとこもあるんだよね。他人が自分のところに甘えで、甘えとして他人が自分のとこに入ってきちゃうっていうところもあるから、自分の領域に。そう。まあだから何が言いたいかっていうと、そういうその他の、周りの人でなんかこう、もしかしたら言ってくる人もいるかもしれないけど、まあそれはね、やっぱね、なんかそういう意味でこのね、三能相談が出てきてるんだろうね。だよね。うん。Make time to cry.You can't heal until you get it all out. うん、まあ、そうね。うん。まあ、だから、何か傷つくこと言われたとしても、make time to cry とは書いてあるけども、まあ、そういう、なんか、分析、feel the feelings とは書いてあるけど、分析してあげればいいんじゃない?てか、分析してあげればいいんじゃない?てか、自分で分析して、だから今のようにね。あ、こういうこと言ってるけど、なんか気づく、自分にとってネガティブなことだったり、自分にとって気づくこと言ってるけど、この人はこういうのしか言えないんだなっていう感じで、分析するといいと思うよ。うん、それだね。うん、あと、you can't heal until you get it all out。まあ、それも書いてあるけど、うん。まあ、要はさ、いろんなことを、ここで言ってるのとまたちょっと違うけど、まあでも自分の今まで言われたことをこう、はっきり分析っていうことをしてみると、まあ、これ言ってるのはでもね、you can't heal until you get it all out。まあ、またちょっと違う意味でごめん言ってるのね。これは要は、全部やっぱ出さないと自分がこう、癒されませんみたいな話で言ってるんだけど、私が思うのは、直感的に思うのは、いろんなことを分析した結果、分析を全部してみると、もっと自分が、今の現状が見える。なんで、こうなってるかとか、で、現状が見えると、なんでこの人がこういうこと言ってるんだろうっていう現状が見えると、どんどん癒されていくから、自分も。そう。で、うん、そうだね。Remember, pain is sometimes necessary for growth.
まあさあ、でもまたこれもちょっと違うと思うけど、その、pain is sometimes necessary for growth って書いたのね。そう、どういう意味ってこと？やっぱ成長に時々その痛みっていうのはつきものだって言ってるんだけど、ただ私はなんかその、変になんか傷つけられる、なんかその、なんか、あの、不必要に傷つけられるっていうことっていうのは別に成長に必要なことだとも思ってないんだけど、うん、あの別にさ、あの、のほんと生きていきたいじゃない？そりゃ、うん、うん、そういうのがないくてね。ただ、私がここで今、あの、降りてくるのは、要はそういうふうにいろんな人の、あの、いろんな思惑とか、そういうのを自分なりに分析してみると、その人がなんでそういうことを言うのかとか、分析してみると、あの、なんかこう、大きな図が見えるっていうかね。そう、大きな図が見えて、その中にいる自分も見えて、なんでこの人がこういうふうに言うんだろうっていうのも、ちょっとやっぱ分かってくるから、それによって、なんかこう、まあね、そういうようなね、ネガティブな発言とかしていることの人のこともね、気にならなくなるのよ。あの、やっぱりその、なんていうのかな。あの、まあ、いつも言ってる話だけど、あの、自分に満足してる人とか、自分の生活が、あの、忙しい人、まあ、いろいろ自分がなんかね、仕事やってますとか、なんかプロジェクトやってますとか、なんか熱中してることがあるですの人は、やっぱり他の他人に他人にネガティブな発言をしてる暇もないから、そう、あの、喋ってる暇もないんですよ、そう。だから、なんかそういうとこなんだよね、そう。だからそこがね、あの、わかるとね、あの、天秤座さんもね、あの、こう、あんま気にさなくて、気にし、人の評価っていうものが気になんなくなるかなって思うね。まあ、まあ特にね、やっぱ日本人の人って評価、人にどう思われるかっていうのを結構気にする人たちだと思うのよ。結構。うん、どっちかっていうとね。やっぱさっき言ったように、ちょっと連帯っていうかそのなんていうのかな。こう、なんか他人と自分との境界線っていうのが、あの、薄かったり、薄いっていうか、うん、ちょっと、なんていうの、あんまなかったりするんでね。そう。なんか、それはあるよね。やっぱ、個も別だからね、一人一人。自分ができるから、私が英語ペラペラだからって別にみんながペラペラなわけじゃないし、なんだろう。そこなんだよね。なんであの人は日本人なのに英語はペラペラなんだろうって思ったって。いや、そういう経歴だからでしょ。そうそう。だから、そこを、まあ、それは別に何も誰でも、そのこと言ってくる人いないけど、まあ、だから、例えば分かりやすい、あれで言うとね。そう。だから、そういう経歴だからそうなるのはそうだし、そう。だから、うん。まあ、あとそういう経歴だからって別にそうならない人も確かにいるんだけど、まあそこはだから個々じゃん。やっぱり個人のそういう、なんていうのかな。持って生まれたものとか、個々のなんかやっぱり力っていうか、個々のやっぱそういう、まあユニークな個性っていうかね、個性がありますから。うん。じゃあちょっとね、一枚、天秤座さん、ちょっとこれで出してみますよ。チャクラ、ウィズダムオラクルカードですね。これ一枚出してみますよ。はい、5月の、天秤さんください。はい、ですね、はい。Oh, renewal. これいいですね。renewal って言ってますよ。renewal. すごいね。それで後ろに太陽が、すごい。もうなんか観音様みたいな感じになってらっしゃいますけどね。天秤さん。だから、やっぱどんどん光放ってくよね。うん。で、落ち着いてるでしょ、この人。うん。落ち着いて光放ってきますよってことだね。やっぱね。そのままでいいのよ、天秤座さん。本当に。そのままでよ。そのままの調子でやってよ。うん。人に何言われようとね、天秤座さんそのままでやっていけばね、平安を保つとね、あの、どんどんね、太陽が後ろからも出てきちゃいますから。なんかあの、ほら、携帯の神々をもうなんか太陽にしちゃうとかね。そうそうそう。太陽っていうかなんかその、なんかサンセットのところとかをさ、なんか写真とかね。うん、ちょっとね、あのね、いやだからやっぱ新たになってきますね、天秤座さん。うん、だから、それを、まあ、確かにここでも書いてあるしね、A new start is coming だからね。新しい、あの、で、renewal だからね。うん、新しいのどんどん来ますよね。うん、まあ、だからこの3の総出で私結構突っかかっちゃったけど、なんかあの、突っかかっちゃってか結構長く喋ってたけど、なんか他の人の言うことは。まあ、いろいろだから新しいことやろうとしてる人に言ってくる人もいるかもしれないけど、まあそこはもう天秤座さん、もう平安をね、保って、あの、そうするとどんどんあの、普通ですから。うん。だからこれもね、いいカード出てきますからね、今からね。うん。はい。じゃあちょっといきますよ。はい、これにします。はい、ちょっと待って。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい。はい。はい。Whisper of the Earth. Creativity, Inspiration, Artist, Ideas. いいの出てきてますね。だから、天秤座さんやっぱすごいよ、これ。なんでかっていうと、これね、何かって言ったら、Whispers of the Earth ね。まあ、あの、
地球からの、まあ、ささやきですよね。直訳すると。はい。で、creativity、要は想像力とかね、創造性とかね。で、inspiration、inspiration、art、artist、artist で、で、ideas、うん、ideas。まあ、artist って、まあ、芸術家っていうか、まあ、なんでもそういう芸関係だよね。芸関係。うん。で、ideas。まあ、なんか、いろんな考えとかがね、生まれてくるということで、やっぱり、なんかあとね、これすごくいいのがね、なんかやっぱこの赤赤になってるでしょ。ここも赤だし、この、こっちのね、カードもで、こっちも赤だし、あと赤いいと思いますよ。赤似合う天秤座さんが多いんじゃない？うん。だからこの辺も赤だしね。赤とかの、うん、この辺とか赤赤みたいな。いやー、creativity, inspiration, artist, ideas. うん、そうね。だから、うん。そのままで天秤さんいいよ。うん、うん、うん。でね、今ね、これね、両方とも目つぶってんのよね。ここ。うん。わかるかわかんないけど。うん。そう、目つぶってるから、やっぱね、もう自分の中に潜って、自分のやりたいことっていうかをやっていけば、うまくいくよ。うん。だから、周りの人の言うことはね、気にしないし、とりあえずもうなんか新しい、まあ、気にしないって別に、さっきからごめん、周りの人っていうのがなんか出てきちゃってて、申し訳ないんだけどさ、これ天秤座さんのリーディングなのにさ。まあ、注意的な感じで私言ってるだけなんだけど、そのくらいやっぱりね、だから天秤座さんがすごい大きなことを成し遂げようとしてんだよね、今。新しい何かやろうとしてるし、だからなんだよね。うん。だからそれって結構注目が集まる。その界隈。界隈だけじゃなくてもしかしたら社会でかもしれないけど、結構大きな範囲での注目が集まる何かをしようとしてますね。うん。これでもすごくね、これとこれがやっぱね、合ってるのよね。うん。なんか同じようなカードが出てきてるから、赤い感じで、renewal, creativity, inspiration, artist, ideas, 創造力とか創造性、inspiration, で、芸だよね。芸術家的な芸。いろんな意味の芸ね、これ。うん。そう、芸能とかそういうのでもいいと思うし、芸能関係とか、あと、まあ、そう、美術関係とかね、アート関係よね。うん。まあ、建築関係でもいいですけど、あとは、考えね。うん。そうね。ちょっと、じゃあ最後にこれ出しますか。mind gap, 隙間に注意。隙間に注意のね。電車ではね、マインドギャップっていうのね。要は、隙間に注意っていうこと、乗り降りの時のね。はい、じゃあちょっと一枚、ロンドンの地下鉄駅名で、私が思うことをちょっと、出していきたいと思います。よろしくお願いします。どこの駅が出てくるんだろう。どこの駅が出てくるかな。どこ出てくるんだろう。ちょっと予想してみようかな。どこだろう。ちょっと待って、どこかな。どこ出てくるかな。ちょっと待って。ね、東と北と南と、西どこがいいかな。東で、じゃあ東ら辺出てくるかな。うん。じゃあちょっと行きますよ。はい。ですね。はい、じゃあこれでね。はい、東。はい。出たこれ。The next station is close. これね、なんかね、もう今回のリーディング、こういうのばっか引いてるの、初めに。これどういうことっていうと、次の駅は閉まってますって意味なのね。次の駅は閉まってます。そう。ちょっと待って、これ落ちちゃったんだけど。これね、結構ね、枚数がね、多いんでね、そう。Next station is close. Next station is close. そう。でね、ちょっとね、これなんでかっていうと、今、天秤座さんちょっともしも休める時があったら、休んでないといけない。なんでかっていうと、結構これね、かなりのエネルギー必要ですからね、これ。これになるにはっていうか、だから、休めるとき、リニューアル私ね。やっぱりその、何かを始めるときに、新しいことを始める前に、ちょっとやっぱ小休憩っていうか、まあ、小休憩どこじゃなくて休憩しなきゃいけない。だから、まあ、これ見てる人がね、5月とかで、あれですよ、ね、ゴールデンウィークとかがあったら、その、どこかに行くとかじゃなくて、家で休むとか、そういうのをやるといいと思うんだよね。うん。じゃ、ちょっとね、あと1枚撮ってみますね。ちょっとね、私ね、そう、そういうことなんで、ちょっと駅名をね、駅名を一枚撮ってみますから、ですね。いや、だからね、the next station is closed って書いてあることは、ほんとそういうことだよね。うん、そういうこと。うん。じゃ、ちょっとね、はい、ですね、一枚撮っていますね。どこの駅がいいか。ちょっとこれすごいことだってんだけど。いや、やっぱね、こんなにね、今ね、私崩しちゃってるじゃない。まあ、これ確かに崩れやすいんだけど、いっぱいあるから。崩しちゃってるってことはね、これね、ほんとね、いろいろね、双方からいろいろ忙しくなってきますから、天秤座さんも。だから休めるときは休んでください。土日とか、まあ、土日が休みなのかわかんないけど、そうじゃなかったとしてもね、そう。で、じゃあちょっとね、一枚、はい。出しますよ、駅名。はい、駅名出します。はい、じゃあちょっとね。はい、これ、これじゃないね。これはちょっとごめん、違うやつなの。出しますよ、一枚。はい、どこの駅でしょうか。
はい、じゃあこれにします。はい。おー、これ、ノースグリーネッジ。すごいのがさ、これね、私ね。そう、今、この前の星座さん、サソリ座さんの時に、これ出てきてんのよ。ノースグリーネッジ。すごいよね。だってさ、これさ、こんなにカードあんのよ。こんな溢れるくらい。こんなに溢れるくらいあるのに、ノースグリーネッジ。うん。で、そのね、この、天秤座さんの前の、サソリ座さんの時も、これじゃなく、これみたいな、なんかちょっと初め違うカードが出てきたのよ。なんかその、エスカレーターで右に、立ってましょうみたいなやつ。ロンドンでは、東京と逆、だから大阪みたいな感じなのね。右が立ってる人で、で、左が歩く人って感じなのね。で、それでその後に、まあ、これノースグリーネッジが出てきたのね。サソリ座さんの時。で、これで今また、天秤座さんでもノースグリーネッジ出てきますからね。すごいですね、本当に。まあ、ノースグリーネッジ特に何もないですけど、特に何もないですけど、まあ、住宅街的な感じで、まあ、でも東ロンドン、うん、東ロンドン一応、そうそうそう。それで、あれしてんのかって感じだけど、うん。いやー、だから、何これかな、うん、確か IKEA ノースグリーネッジだったよね、駅。うん、確かあっちの方にあったと思いますけど、うん、まあ、インテリアとかそういう、まあ、私、イケアで好きな時もあるけど、やっぱイケアばっかだとさ、ほら、イケアになっちゃうじゃない家が。そう。だから、そこのところよ。だからその、塩梅よ。だからさ、いいものもあるよ。確かにイケア。なんかその、機能的でいいものとかさ、ね。まあ、お値段も安かったりとかあるけど、ただ、値段が安くてもさ、なんかその、自分の、なんていうの、自分らしさっていうのが出なかったりする時あるじゃない。まあ、別に値段が安いから、とか、自分らしさとか関係ないかもしれないけど、値段が安くてもね、自分らしさが出るかもしれないし、なんかね、その、やっぱ自分のそのままでいていいんだよね。自分のそのままでいて。うん。なんかね、そういうのがすごい出てくる。なんか、そういうチェーン店的な、なんかこのありきたりなものとかを、みんなと同じようなものを買うというよりも、もうなんかここで、クリエイティビティ、インスピレーション、アーティストっていうのも出てきてるし、やっぱり想像力とか創造性っていうのが、天秤座さんの中で生まれてきてるんだよね。なあ、もうだってもうニュームーン、これすごいもんね。やっぱり何度見てもこれ。これいつもね、これ引くときってやっぱすごいなって思うのよ。なんかもう力がこのカードから出てきてるのよね。うん。だから、で、リニューアルだしね。うん、どんどん新しくなって、いい感じの、天秤座さんになってきますよね。うん。まあ、笑ってる場合じゃないんだけどね。うん、ノースグリーネッジ。なんか行こうかなと思っちゃうのね、ノースグリーネッジ。最近私全然行ってないの、ノースグリーネッジ。てかまあ行くときは多分 IKEA とかで用があるくらいだから、でも最近ちょっと違う方の IKEA 行ったりとかしてて、そう。だから、まあ最近も行ってないけどね、もう何年も。何年も行ってないけど、うん。だから、いつも最近行ってないところに行くっていうのもね、あんまり行ってないところのエリアに行ってみて、でそこで新しい出会いがあったりとか、なんかいろんなインスピレーションがあったりとか、まあそういう感じになるのかなと思います。はーい。ここまでご覧くださいまして、皆さんどうもありがとうございます。もしもね、楽しいと思っていただけましたら、チャンネル登録とか、ライクとかしていただけますとありがたいです。で、あとね、ちょっと、ほうれん草になりますが、報告、連絡、相談になりますが、ご相談になりますが、クラウドファンディングをね、ちょっと私今やってる途中なんで、もしも、お楽しみ会に参加みたいな感じで、ちょっと参加したいよっていう方、応援していただける方がいらっしゃいましたら、下の、概要欄の方で見ていただけますと幸いです。ここまでご覧くださいまして、どうもありがとうございます。じゃあまた、お会いできることを楽しみにしてます。天秤座さんの健康とか、幸せとかね、なんかもうその、毎日楽しく生きれるっていう感じのことを、ロンドンから応援しております。じゃあまたお会いできたら幸いです。どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。失礼します。